現在 U-NEXT にて独占配信中のワンダフルデイズでチャウヌが視聴者を悶絶させている。元作はキスをすると夜中に犬に変わる呪いにかかった女性と、その呪いを解く唯一の鍵となる犬恐怖症の男性が絡むファンタジーロマンチックコメディー。代々受け継がれた呪いにかかる主人公の国語教師ハンヘナ・パクギュヨンは、酔った勢いで人違いをして、数学教師のチン・ソウォン・チャウヌにキスをしてしまう。ヘナの一族はキスをすると犬に変身するという呪いをかけられており、100日以内に再びキスをしないと永遠に犬の姿のままになってしまうのだ。第7話は、ヘナのことを好きだと告白しようとするソウォンと、ソウォンに犬に変身する呪いにかかっていることを告白しようとするヘナの葛藤が描かれた。ヘナは、ソウォンとのキスから90日が経過し、残り10日でソウォンと再びキスをしなければならないことに焦りを感じていた。このままでは、永遠に犬の姿のままでいなければならないため、ヘナは意を決してソウォンに犬に変身する秘密を告白することに決める。そんなヘナのもとに、突然母親のミソン、チョン・ヨンジュが押しかけてくる。以前、姉のユナ、リュアベルが呪いの詳細をミソンに問いただしたことで、娘たちの危機を感じて家に訪ねてきたのだ。必死でごまかすヘナとユナだが、娘たちの様子にさらに疑いを募らせたミソンは、犬に変わるレイジを見るために家に泊まることにする。絶体絶命のヘナは、なんとかミソンの目をかいくぐろうとするも、23時59分に目覚ましをかけて目覚めたミソンは、ヘナが犬に変身する瞬間を見てしまう。このシーンは、さすが母の勘とも言うべきミソンの鋭さと、娘たちの大慌てぶりが面白い。ぐっすり眠ってしまったミソンに視聴者がほっとしたのもつかの間、あっさり見破られてしまうのだから、母親にはかなわない。その後、ヘナとキスをした相手を連れてこいというミソンに、ユナはヘナの秘密を知るソウォンのオイチェユル、ユンヒョンスを偽の恋人として紹介する。吸ったもんだの末に正体を打ち明けることになったユルは、ソウォンの誕生日を祝うためにヘナと共にソウォンの元へ行く。自分の誕生日をユルと二人で過ごしてきたソウォンは、突然ヘナが現れたことが嬉しくてたまらない。ソウォン、ヘナ、ユルの三人は、ソウォンの誕生日を祝い、豪華なディナーの後はゲームセンターに遊びに行く。バスケのシュートゲームやエアホッケーを楽しむソウォンとヘナの姿を見たユルは、二人が惹かれ合っていることに気づき寂しさを覚える。さらに、三人で記念のプリクラを撮りに行くのだが、アニマルカチューシャ姿のチャウヌとパクギュヨン、ユンヒョンスがなんともキュート。ここでもソウォンとヘナは互いを見つめ、微笑みを交わし合う。ひとしきり遊んで、ユルが帰ると発言すると、声を揃えて、そうか、と嬉しそうなヘナとソウォン。その様子を見て白目を向くユルが面白い。空腹を覚えたヘナが、未成年のユルも入れそうな店を探そうと提案するが、諦めて、帰るねと肩を落とすユルに、ソウォンは引き止めることもなく、気をつけて帰れよ。と早くヘナと二人になりたくてたまらない様子。このシーンのソウォンのセリフは、チャウヌのアドリブだ。公式メイキングを見ると、ユル役のユンヒョンスはカットの声がかかった後、気をつけて帰れって何よ。笑いとスタッフも含めて大笑いしている。さらに、この後に孤独に肩を落として帰るユルが涙を流すシーンでは、監督の涙を片方だけ流してほしいという要求に見事応え、片方の目から涙を流すユンヒョンスの天才的な演技をスタッフたちが称えている。一二人きりになったヘナとソウォンは、互いに告白をしようとするのだが、なかなか言い出せないじれったさに、見ているそばも目が離せないドキドキする展開に。ヘナとソウォンを演じるチャウヌとパクギュヨンは、パクギュヨンが4歳上なのだが、年齢差を感じさせないケミを見せている。制作発表会でチャウヌは、演じるソウォンと自分のシンクロ率を 70% と答えているが、ソウォンの序盤でのヘナへの態度がもどかしかったようだ。2位。そんなソウォンが、ヘナに告白するために、成功する告白の方法という動画を一生懸命に見て学ぶ姿が、ソウォンの生真面目さと純粋さを表している。これは韓国ドラマによくある、超イケメンでハイスペックなのに純情という、そんなわけない、と思わず声に出したくなる。モテソロ、生まれてから一度も恋愛経験のない人だ。ヘナがソウォンにプレゼントしたアジサイを土に刺して二人が交わす言葉。チャウヌが腕まくりをした袖から見える浮き出る血管に燃える。と、ヘナを見つめるソウォンの眼差しに胸がときめき、次回こそは付き合いって。
と言いたいところで続く形となった。さらに物語は、ヘナを狙うソウォンの悪縁、ウンファンが不穏な動きを見せ、雲行きが怪しくなってきた。ウンファンがソウォンを学生時代にいじめていた回想シーンでは、痛めつけられるソウォンの姿に胸が張り裂けそうになる。なんとも憎いウンファンとの悪縁をソウォンが克服できるだろうか。そして、ヘナの秘密が暴かれる前に、ソウォンはヘナを守ることができるのか。完全に両思いのヘナとソウォンが早く付き合うことを望むとともに、どんな言葉で付き合うのか、胸キュンする準備を整えて次週を待ちたい。